基準がつかなくて、何使っていただけるすごい、そんなにな上手な感じとか持ち方としましては、口の部分を親指と人差し指このようにしっかりもう思い切ってこう体重を乗せるように削っちゃった方がいいです。他のビクイヤーの方がこう滑ってしまうことがあるので、最初からですよ。あ、もういってる。あ、すごい、すごい。そのままにずっと置いておいてください。グラスのこちらの器を置いてあるので、軽く水気にしてください。ちょっとあまり変わらなかったけどね。この棚の一回上にやって戻してくるとき光さしてくるじゃないですか、はいはい、めっちゃ綺麗じゃないですか、めっちゃ綺麗でした。二人とも上手です、本当に。